マカ・チチュアは、ジョージアのメイクアップアーティスト、女優、歌手。2014年から2018年までジョージアの、ファーストレディであった。チチュアは長い間、ジョージア大統領ギオルギ・マルグベラシビリの恋人としての立場であったが、マルグベラシビリが、大統領在任中の2014年9月10日に、結婚し、同国のファーストレディとなった。チチュアは、メイクアップアーティストである一方、 女優や歌手としても活動した。彼女のシングル曲、エレクトロタルギョビは、ジョージアのテレビ局マエストロで紹介された。彼女の映画出演作としては、2012年のブラックコメディ作品、ガイギメトがある。また彼女は、マルグベラシビリガ大統領に就任するよりも以前に、テレビ局 PIK に勤務していた。ファーストレディ期間では、公開オーディションのリアリティ番組、 ゴッドタレントシリーズのジョージア版、ニチエリにシーズン7とシーズン8で審査員役として出演した。書道ワークショップで自分の漢字名を披露するマカチチアチチアは、マルグベラシビリは、マルグベラシビリが大統領職に就く以前、少なくとも4、5年にわたってパートナー同士であった。しかしながら2 0 1年十一月にマルグベラシビリが大統領に就任した際、 二人はまだ結婚していなかったため、同国の新しいファーストレディを誰が務めるかについて、いくつかの憶測が流れた。それからほぼ一年後の2014年9月10日、マルグベラシビリ大統領と父親は、トゥシェティの実宅にて結婚式を挙げ、父親は正式にジョージアのファーストレディとなった。父親は、マルグベラシビリとの間に、息子二人、テームラズ、トマ、を設けた。 また、父親には、以前の関係からの娘が一人、そしてマルグベラシビリの以前の関係からのママ娘も、いる。ありがとうございます。